はい、そちらの案件に来てくださるタレントさんがいるじゃないですか、はい、案件の説明といいますか宣伝といいますか。そうなんですよ。何社さんのどなたですか？ラクーンドック社のエースの紀藤あかり選手、なるほど、来ております。え、ラクーンドックの社長って誰ですか？あ、岡本信彦って言うんですけど、はいはい、どんな社長ですか？まあ、金髪でまあ俺なんですけどはずこれはず確かに確か俺のはず確か俺とあともう一人いるんですけど、ね、はい、まあでもそんなね岡本さんの後輩がもうスタンバってるわけですよ。そうそう、なんでだからもう責任ね、あなたが責任を持ってどうここに登場させるか決めてください。もう一人の社長も実は今日来てまして、はい、しっかりダブルで見届けようと今回しているんで。それはお前がしくじったらぶちのめすってことじゃないの？怖え、めっちゃ怖えだから、はい、今日はちょ、うん、いいっすか、ちょっと渾身の〇〇っていうのを。そうです、いつもギフトで強いてるやつです。だからごめん、これも渾身のラクーンドッグポーズでお願いします、うん、なるほど、わかりました。じゃあ渾身のラクーンドッグポーズでゲストの方が来てくださるということでございますね。わかりました。じゃあお待たせしてますから呼び込みましょう。本日のゲストはこちらの方です。どうぞ。どうもこんにちは渾身のラクーンドッグポーズ、ラクーンドッグからやってきました、紀藤あかりです。よろしくお願いします。はい、かわいい、ありがとうございます。しっかり、恥ずかしいよね。恥ずかしい で, でもこれ創始者だもんね。そうです、これ考えたの私ですね。え、もう一個なんだっけ、こっちそれ何なのだっけ。ファイちゃん、ファイちゃんがラクーンドッグポーズこれに行きましょうって言って今2つありました普通それって1個に統一しない？でもなんかいろんなところで派生して、まあ、他にもそれぞれが他にもある可能性があるあります。他にもどっかであると思います。考えていいっていう感じなんであなたがやったのがそれがラクーンドッグポーズ。そうですまずはこれで、これ恥ずかしい人はこれやる。そうですね、これでも男性陣はめっちゃ恥ずかしがってくれる。いや、恥ずかしがってますね。堀江君やってくれる？堀江は多分やってくんないですではですね、早速最初のお題お願いいたします。どうぞ。出るかい？一番緊張した時の話。これは聞きたいかも。ひとちゃん緊張する人？私結構します。なんか全くしなさそうにしか見えない舞台とかに出る直前までしないんですけど、うん、出た瞬間あれやばいかもみたいな、ってなっちゃう。へー、はい、そうなんだ。直前まではぼーっとしてるんですよ。あのニュータイプやと思ってた、しなさそうと思ってた。でも私からしたらお二人こそもう緊張することなんてないよね。岡本さんはちょっと大切なものがないから大切なものがないんですよ。いや、心あるんですよ。心が、いや、安本さんと同じその永久の長い年月の時空を超える的な中出的な作品がありまして、はいはいはい、でその時に初めてキャラソン人前で歌うってなった時に階段があってめちゃくちゃ緊張しまして、階段が降りれなかったよね。震えて、足が震えて、あれ、わーみたいな。そうなんだ。今ではソロライブとかできるようになりましたけど、あの当時はもうよくこんなことみんなやってるなと思いましたね。あ、でも人前でお歌を歌うは俺にとって異質すぎるからめちゃくちゃ緊張した記憶がある。緊張しますよね。安本さんは緊張するとどうなるんですか？なんかあんまり動かなくなる。あんまり動かなくなる。そうなんですか。あんまり動かなくなる。あんまり、でもあんまりなる。あんまり動きはする。どんどん動かなくなる。だからお歌を歌う時とかも、まあ力によってとか仕事によってね、お歌を歌わなきゃならない時は当然分かってるし、そういうのがありきな作品も当然あるから全然いいんだけど、もう本当動かなくなるからマイクスタンドがあると嬉しい。あ、確かに。あんま動かんで済むから。確かに。歌いながら動くって難しくないですか？難しい。踊りも。あなた方はでもアーティスト活動しとるだろう。いや、私それが一番の課題なんですよ。ちょっと待ってください、紀藤さん。岡本さんこの間めっちゃ踊ったらしいですよ。すごい。いやいやいや、さすが。そんなことないですよ。社長なんだよな。そんなことないんですけど。社長なんだよな。いや、クオリティはまあ置いといて。歌って踊る社長だよ。社長なんだよな。歌って踊りまくったかも。確かに何十曲も。すごい。10周年だったからね。10周年だったから。でも緊張してるとこ見たことないな実際。緊張してますね。してるところがしてるように見えないらしいですけど。オーディションの時とかさ、それこそ事務所に入る時のオーディションとかは。事務所に入る時のオーディションはもう一番緊張しました。多分人生で一番。確かに緊張しろみたいな空気あるもんね。確かに、なんかオーディションみたいな、なんかことを今までなんかしてこなかった人生だったんで、そうだからもうめちゃめちゃ緊張しましたね。自己 PR とかさせられなかった？その時。あ、でもなんか自己 PR してくださいって言われましたね。
その時緊張する。自己 PR って何なんだろうね。でも本当なんか自己紹介みたいな感じでした。あんまりさ、実際問題業界に入ってから自己 PR ってすることないじゃない。ないですね。ないんだけど、この間僕シグマセブンの養成所の特別講師になっちゃったよ。はいはいはい、その時に自己 PR の仕方がどうのってこと、したことねえんだよ。実際問題、その養成所の入所以外でしたこととかってある？ないです、僕は。ないですね。大学の時の面接とか、そういう時にしかやっぱなかったですね。何なんだろうね、この自己 PR という文化。なんか、その自己 PR やってもらって受ける派としては、うんうん、やっぱその人の人となりが見えやすいのが自己 PR だなとも思いましたね。ああ、なるほど、はい。まあ、自分をあれか言語化してどう伝えるかみたいなこともあるのかな。そうですね、まあ、練習してきたんだろうなもそうですし、練習してこなくてもできるタイプもいるのかなとか、本当に本質的なところはどこだろうかなとか、芝居が好きなのかアニメが好きなのかとか、声優さんが好きなのかっていうのも見えやすいかもしれないですね。そういう風に見てるんですね。それはありました。社長、さすが、やっぱもう選ぶ側ですもんね。もう選ばさせていただきます。いい子募集中です。いい子募集中。ぜひラクーンドッグ、ぜひラクーンドッグ、全力のラクーンドッグポーズをね。全力一緒にやろう。全力で待ってます。全力でやってください。俺と一緒にラクーンドッグ。なんだよ。全力で一緒にやりたい、ね、僕はこっちを押していきたいと思います。あ、こっちもこっちを押していきます。私にやらない。じゃあ次のテーマに行きましょう。さあ、次のテーマ何でしょう。次の一番、はい、これね、僕なんですよ。僕はちっちゃい頃とかめちゃくちゃよう怪我をしとって、ただ不思議なもんで骨とか折るようなやつだと泣きもしなかったんですよ。歯食いしばって耐えるんですけど、すっ転んで膝とかすり見て血出るとワンワン泣いてたんですよ。血が怖くて、で痛みには多分病的に強いみたいな。手術の最中に麻酔切れてもぐっとここ握ったまま耐えたらやばいし、だから痛い時って大人になってからなんかこけたりとかうんぬんとかってある？あ、でも私大人になってそれこそ上京してきてから、雨の日にこう駅から上がってきてまた階段を下がるときにちょっとなんか半外みたいなところでちょっと濡れてたんですよ。でもちょっと急いで降りてたときにスターンって尻餅をついて、危ないと思う。階段を降り切ったところぐらいでスターンって尻餅をついてやばってなって、しかもなんか周りに人もなんかポツポツ歩いてる状況でなって、はずってなって、まあ恥ずかしいよな、すぐ立ち上がらなきゃって思ったんですけど、もう衝撃が強すぎて、立ち上がれない、しびれてんだ、ケツがぶち壊れたって立ち上がれないってなって、縦膝つきながらとりあえずスマホでかっけえ友達に尻餅ついたって、知らねえよ、わかんないよそれ。衝撃的みたいな。縦膝かっこいいね、やっぱクールだね。縦膝でなんか、ね、だから冷静に見えるんだ。でも本人だからケツがぶち壊れたんだからやばい、立てないみたいな。私もじゃあ言っていいですか。じゃあちょっとこの2のところちょっと攻めさせていただいて、はい、よいしょ、じゃあ行かせてもらいます。オレンジの一種、トウモロコシを使った小動物向けペットフード。なるほど、今から社長なんだよなってことしてくれますから。社長ですよ、よく考えてみて。コリコリコーン、コリコリコーン。あー、まあまあまあ、コーンを、まあ、歯ごたえがあるものはね、あのペットの子たちは好きでしょうから。どうする、キトちゃん座ったままにする？座ったままにしようか。座ったままでいいんですか？座ったままにする。いいんですか？まあ、やらないという選択肢。ちょっとね、なかなかだよね。なかなか。一回やってみる？一回ちょっと。まあ、マジか。マジ。一回だけですか？やっぱ、せっかく来たんで。本社弊社だよ、これ。せっかく来たんでね。やっぱり。じゃあ、まあ、一番上の階。はい、お願いしてもいいですか？大丈夫？はい。大丈夫なやつ？それ。いや、ダメかもしれない。違う。チェンジよ。チェンジよ。一回違うでしょ。あの、キヨちゃん、チェンジあるね。チェンジ。これは、これ安本さんに置いてもらう。これ、おすすめしときますから。次俺、そいつをぶち殺しに行くから。はい、もしくは、なんだったら、まあ、出さないとかね。まあ、とりあえず。なんだろうな。どこら辺がいいんだろうな。これ、チェンジある。チェンジある。これも違うな。じゃそれも俺がぶち殺しちゃうから。これも違うな。お前の仇は俺が取る。あ、まあ、これだったこれかな、よしよしよし、これかな、なんかあの宮崎県の地名らしいです。そんなの絶対健全ですよね。宮崎は私がね、
トロントロン。ああ。カタカナがあんの宮崎県に。本当にあります。本当にあります。トロントロン町があんの。トロントロン町ある。トロントロン町っていうのがある。すごい。これはでもなんか。トロントロン郡。気になるな。トロントロン大技。じゃあもうぶち殺してやるよこの野郎。よく見とけば。一番それ。あー、キトちゃんの前で言いたくて。それどうでしょう。お前らよく見とけ。ものの長さの記号です。確かにね、頭悪いな俺たち、こんなんでこんなんでワーキャー言ってんだぞ。名物ですからね。しょうがねえんだよな。あとどこだっけ、キトちゃんが。ちょっと知らないよ。ちょっと501も、マジ501も。あー、はいはい、東京の老舗、うんうん、雷神堂の手焼きおせんべい。美味しそうじゃん、うん。元祖濡れかり。ああ、よく岡本さん、そいつを成仏させてくれたよ。はい、それは成仏させてやろう。うーん、ですね。まあ、でも美味しいでしょうね、きっと。きっと美味しい、美味しいなと思います。元祖ですからね。元祖、濡れかり。濡れてんだか、カリッとしてんだか、よくわかんないけど。こっち、矛盾だ。矛盾だ。あとどこだ。正直さ、ここら辺はどう。これ、これ。もしくは、もしくは、もしくは、あ、もしくは、ここら辺の、これ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 、ここら辺、ここら辺。もう、誰と守ろうとする社長。これ、これね、これ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 でしょ、枝豆の品種。今日はそれでいいですよ、とことん行こう。はい、いいですか、うん。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方は、このボタンをタップ。お願いします。アベマプレミアムなら、僕たちの限定トークも、声優という遊び、全シリーズも全部見ることができます。みんなも一緒に夜遊びしようぜ。